ではまず最初の話題です。松田理二役お願いします。はい、ドキドキする話題。はい、そうなんです。今日はママ必見の究極の癒しサウンドご紹介していきます。これ子育て中のお母さんたちにとても注目されているものだそうなんですが、妊娠期間中に残しておく音なんだそうです。どんな音なんでしょうか。こんにちは。こんにちは。宮崎県に住む佐藤幸男さんです。今妊娠中の子供が生まれてくる前にある音を残そうとしています。それは自分の心臓の音、心音です。佐藤さんは現在妊娠9ヶ月、特別のキットを使い心音を録音しています。記念にすごくなるかなっていうのと、子供が生まれた後に聞かせたらどういう反応するのかなっていうのがすごい興味はあったんですよね。聞かせてこう泣き止んだりリラックスできるっていうのをこう聞いたので。録音された心臓の音は県内にあるこちらのベンチャー企業に送られます。ここでは母親の心臓の音を子供に聞かせるため CD にするビジネスを去年から始めています。価格は録音キットのレンタルや送料も含め6800円からです。送られてきた音声データは雑音などを取り除き聞きやすく加工します。心臓の音は一人一人その強さやリズムが異なるそうです。母親の心音を CD 化するビジネスは子育てサークルなど子どもと関わる仕事をしていた女性たちのアイデアから生まれました。その中心となった企画部長の川野康美さんです。幼児教室の講師をしていた時から情緒が不安定な子どもを落ち着かせる方法を探ってきました。お腹の中に究極の安心があるというふうに私たちは注目しました。じゃあその環境を再現するっていう時にそこに流れているのは、お母さんの心臓の音なんじゃないかなと思っていました。一緒のうちで一番安心していた時間を再現する意味で心音の CD を作っています。この CD は今や全国から月に200件を超える注文が寄せられています。人気の秘密は口コミで赤ちゃんへの思わぬ効果が伝えられたことです。東京葛飾区に住む伊藤真由美さんです。この春長女の千尋ちゃんを出産しました。生まれてすぐの頃は千尋ちゃんの夜泣きが多く寝かしつけるまで2時間以上もかかっていました。ところが2ヶ月前夫の勧めで作った心音の CD を聞かせてみたところ事態は一変。真由美さんの心臓の音を聞いた千尋ちゃん寝つきが良くなったんです。これいいですね。すごい。前はそのもうちゃんと寝るまでにやっぱり 3、4 回は起きていてこないでこうぐずるような感じだったんですけど、もうそれが本当にほとんどなくなったのでこういうのを活用してもいいのかなって、思います。母親の体内にいる赤ちゃんは本当にお母さんの心臓の音を聞いているんでしょうか。産婦人科医で胎児の成長過程を研究する池川明さんに伺いました。こちらは28週の胎児の画像、中央にあるのは耳です。この頃には聴覚が完成し音を認識していると言われています。実際に妊娠中の子宮の中で録音した音を聞かせてもらいました。太鼓の音のように響くのは母親の心臓の音です。さらに母親の口ずさむハミングもはっきり聞こえます。全部聞こえてるんだ。
赤ちゃんは羊水で満たされていますので、あの水の中は音はよく通るんですね。まあ、お腹の中にマイクを入れて音を拾うとかなり明瞭に聞こえているということが分かったわけです。お母さんのお腹の中で絶え間なく聞き続けていた心音、赤ちゃんにとって安心できる音なのかもしれません。面白い、やすやす出ましたね。今日のゲスト内藤隆さんと初登場辺見えみりさんです。よろしくお願いします。辺見さん、いかがでした今の心音で。ちょっと素敵ですね。あの、子供のためにもいいんですけど、あのお母さんとその一心同体でいられる時間ってね、1月10日しかないから、その間の思い出みたいなのにもなるし、確かにね、すごい素敵ですよね。うん、ですよね。で、あのちょっと気になるのは、これ本当にね効果があるのかどうかっていうね、裏付け的なところだと思うんですけれども、やっぱり研究がありまして、37年前、アメリカの心理学者リー・ソーク博士が行った研究では、母親の心音を新生児に聞かせたところ、聞かせなかった子に比べて泣くことが少なくなったり、あるいは体重の増加もより増加するように増えたというような研究があるんだそうです。そういったものを踏まえて、こういったね可愛らしいぬいぐるみも売ってあったりするんですよ。このね、あのご存知のネズミのキャラクターのぬいぐるみ、これ何喋るの？この中にスピーカーがありまして、心音が聞こえるんです。どんな音かちょっと聞いてもらいましょう。ノイズじゃない。いやいやいや。ドクドクと。これでも、ね、お母さんの心音ってわけじゃない。そういうわけではなくて、これはその、なんとなくこういう響き。そうですね。でもこれ、まあ、子宮の中で撮った音なんだそうなんですけれど、こういった音がするぬいぐるみを売ってると。で、アメリカではこちらもアメリカのものなんですが、30年前からもうあると。同じように音がするものなんですけどね。っていうことなんです。で、こういったぬいぐるみの音と、お母さんの心音の違い、やっぱオーダーメイドであるということですよね。お母さんの ね音をずっと聞き続けていたもの、それを聞くことができるということなんです。で、まあ、こんな風にして CD にして、ね、売ってるわけですけれど、これあの去年中小企業の優れたアイデアを表彰する東京ビジネスサミットというところで大賞も取っていると、このアイデアはまあ評価されているということなんですね。大人にも聞きそうじゃないです、ね、なんか、確かに聞いてたらね、ちょっと聞いてたらね、安らぐかな、ね、なると思う。あれダメですか？いいと思いますよ。いやでも例えば、その子がもう大人になったら、自分が小さい時生まれた時の心音を大人になって聞けるっていうのは、面白いですね。そっか、あの手でトントンってこうしてあげるのって、あれ心臓のリズムですもんね。ああ、はいはいってこうやってあげるのってね。ね、そうですね。先生詳しいですね。まあ一人もいないんですよ。まだ一人も産んでないんですけど。知識だけが。ね、そう一生その時間しかないわけだから。そうですよ、ね。55のおじさんでも大丈夫ですかね。やっぱり気分しもんどかなと思って。気持ちいいね。気持ちいいのかもしれませんね。一生の宝でしょ、だから。ね、確かにさ、眠る時に僕なんかラジオ聞きながら寝る、なんか音があるとこう安心できるっていう感じ。そうなんですよね。何なんでしょうね、あれは。でも女の人って10ヶ月に心臓2個あるんですね。そうですよ、これすごいことですね。今注目の癒しサウンド心音ご紹介しました。はい、ありがとうございました。